武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学教育学部文系の2017年の英語の勉強について話していきたいと思います。英語ですが、配点が50点で時間が90分と、教育に関してはまあ3科目、3教科ですね、の配点が全部同じとなっておりますので、まあ、あの英語は他の学部と比べると、文学部なんかと比べると低めですね。で、大問が5題記載されております。そのうち4題が長文の読解で、1題が会話。ただこの会話も長文なので、実質全ての大問が長文読解という形になっています。で、一個一個の長文の長さは、長くても600ワード前後なので、めちゃめちゃ長いものはない、形ですね。ただ、その500ワード程度、400から500程度平均ですけれども、その前後の中で、結構な量、なんていうか、4種類の文章が出てくるので、どうしてもそこの、毎回毎回長文が入れ替わるたびに、ちゃんとすぐに内容を把握できるか、そしてそれに合わせた問いを、答えられるかどうかっていう部分があるので、読む速さ、要旨要約の速さっていう部分と、あとはその知っているテーマがどれだけあるかっていう部分ですね。このあたりが中心になってくるので、リンガメタリカだったり、もしくは現代文の参考書である現代文キーワード読解ですね、ああいった参考書で、知ってるテーマを増やしておくという練習はしておいた方がいいかとは思います。で、英語のレベル的にはやはり早稲田レベル、早慶レベルの参考書までしっかりやっておく必要があり、その中でもポレポレ、あとは、リンガメタリカ、あとはやっておきたいの700などの、長文系統の問題集、あたりは優先的にやっておきましょう。逆に言うと、ここに関しては特別分野的な対策っていうのがあまり必要なく、長文さえ読めれば割となんとかなる問題なので、長文形式の問題集一通りやり終わったら、すぐに過去問に入って徹底的にやり込んで、どこまでやれば答えが出せるのかってことに意識を向けてやっていくといいでしょう。ただ会話が長文出てくるので、会話の対策だけはしっかりやっておきましょう。会話問題のトレーニングだとですね、これはしっかりやっておいてください。で、全体的にその出てくるテーマが社会系と科学系のテーマの長文が多いので、このあたりは優先的に抑えるように心がけてください。以上が英語の勉強となります。